どうもこんにちは。漫画家のカッピーです。左引きのエレンの原作者をやっております。と今日は先日インスタの方にいただいたご質問で、えー、漫画のネームの小回りとか視線誘導、セリフのこだわりを教えてくださいっていうご質問をいただいたんですけど、ちょっとインスタの方では答えにくいので、えー、せっかくなので動画にしようと思います。えー、っと、ただ、 えっと、小回りとか視線誘導をめちゃくちゃ凝るタイプの原作者ではないのでその匠の技を見たいんであればなんか他の漫画を見た方がいいんじゃないかなと思うんですけどもあの別にこれは謙遜とかではなくて、えっと、逆にこここだだわわりすすぎなないいいいととをこだわってるという方が正ししかもしれないですどっちかっていうと小回り,に小回り視線誘導に関しては減点されないっていう方を意識してます。 原点というのはあのまあわかると思うんですけど読みづらさですね漫画読んでてここの視線誘導うまくいってないよねとかまあそんな風に漫画を読んでる人はあ,の、まあ、あれだと思うんですけどまあ,あの普通に読んでてもなんかちょっとあれこれ読みづらいなとかなんか視線が止まるなっていうか何て言うのかなあの、えー、ちょっと突っかかるところとかあのもしかしたら漫画読んでてあるかもしれないですけどそれが原点だと思ってて。 あのそれをいかになくすかっていうのが原作者の、まあ、最低限の仕事だと思っているのでなので何かそのテクニカルなことをやろうとは実はあんまりしておりませんノウハウ的なものは多分どっかにいっぱいあると思うんですがそれを見る前にその自分の感覚でそれがある程度9割9分ぐらいはできないと。 で,できた方がいいなと思っててっていうのは要は、えっと、説明とか解説を読むまでもなく感覚としてなんかこれは気持ち悪いとかそういうのってすごい大事だと思っててでこれはあの漫画の描き方に限らずの話で、えっと、僕がサラリーマンの時に、えーっとね、後輩にその企画を教える場があったんですよ。なんかあの僕が社内セミナーの先生みたたいにやっっことがあって それでなんか企画を、あのー、この若,若手に教えてくださいっていうなんかそういうやらせていただいたことあるんですけどその時に、あのー、なんかもう企画以前に企画書の書き方で後輩に注意したことがあってそれがどういうことかっていうとえっとねみたいな、まあ、こういう企画書あるじゃないですかなんでこうなんか文字がバーって書いてあるみたいなで、えっと、その後輩がえっとね なんだ横長の写真が良かったんでしょうね上下を潰してこうやってなんかや,や,やってたんですよでこれを注意しましたであのー、これはやるなって言って行ったんですけどえっとその時に、まあ、すごいあのめちゃくちゃ素直でいい子だったんで「何、あのー、でですか?」って聞かれたんですよねななんんでだってて言われてもなんかだあのー よくないとしか言えなかったんですな。えっと、まあ説明する方法は多分いくらでもあって、えっと、な、なんだろうな、えっと、写真を潰してしまったら、なんかその、えっと、まあ商品写真だったら失礼に当たるとか、えー、あるいは、あのー、なんか説明の誤解があるとか、えー、あるいはなんか美しくないとか、いろんな言い方でダメな理由は多分説明できるんですけど、 僕がなんかその引っかかったのはこれ説明しないと分かんないのかいっていうところですねなんかその別にな,なんだろうなその厳,し厳しすぎると思う方もいるかもしれないですけどうーんまあなんかもっと分かりやすくその例えばそのなんかブランドのロゴとかだったら、ま、もう少し分かるかもしれないですよねこうアディラスのなんかロゴがあって。 まあ、アディダスのロゴをこうしたらなんか怒られそうじゃないですか。それは多分もう少しわかりやすい。で、じゃあなんか商品写真じゃなく普通に説明の写真だったら別に誰かに失礼じゃないからやっていいかっていうと、僕は良くないと思うんですよね。で、まあ、そのなんでしょう、その企画書の種類にもよると思うんですけど、まあ、クリエイティブの企画書、まあ、えっと、その子は、 デザイナーではなくその作る担当ではなく企画者だったのでプランナーだったのでえー、っとまあ美意識を問われたらちょっともしかしたら荷、うん、が重いかもしれないんですがまあでもいそのクリエイティブな会社の企画書なのでそのやっぱり写真をこう天地を潰したらよくないだろうといういうことを、えー、伝えました。でもま、まあ なんかまあ良くないよっていう風に伝えたいんですけどそれがうまく伝わらなかったで説明する方法はあるしえっとまあ企画書の書き方とかに、ね、その写真を潰すなって書いてあるかは知らないけどまあえっと学ぶ方法は多分いくらでもあると思われるででもそれを説明しなきゃ分かんないんだったらちょっとどうなのかなって思っちゃったんですよねでうーん。 でで漫画家になる人も同じだと思うんですよで小回りのなんかここ読みづらくないみたいなおかしくないっていうのを何かしらそのやっぱりそのえっとね本能じゃないともうさすがに本能とか才能とかその審美眼とかそういうえっとねなんか元からある素養の差ではないんですよこの漫画を読んでるかどうかでしかなくいいと思っててうーん 漫画を読んでるかかなちょっとわかんないですけどまあ漫画とかそういう創作物を、えー、見てるかどうどう見てるかとかそういうことの方が大事な気がしててまあなのでえっとでそっから発展したそのテクニックな部分をテクニカルな部分は多分えっと勉強で身につくものだと思うんですけどそれ以前のなんかうん。 そこでだって気持ち悪くないとかはちょっともしかしたらそのえー、勉強する前にその自分でその作品をたくさん見て感覚としてつかんだ方が早いかなと思います。なんかあとでなんかねそれをやらずにまあすごい平たく言うとマン漫画を100作品読むとか、えー、映画を100本見るとか。 えーまあ、ただ見るだけじゃなくてそ,のそういう視点で見るとかなんかそういうことの方が大事な気がしててそれをあんまりせずにそのなんでしょうそのイマジナリーラインがとかなんかその視線誘導はなんかこのジグザグに進むべしとか,なんかそっちを先にやろうと。 めちゃくちゃ頭でっかちになる気がしてて、えっと、イマジナリーイ、イマジナリーラインがそもそも分かんない人の方が多いと思うんで、えっと、な,なんだろ、口で説明するのむずいんだけど、なんか、映画の手法の考え方で、映画の撮り方の、えー、話であるんですけど、そういうのは、まあ、もちろん基本として大事だし、知っておくべきだと思うんですけど、なんか、左利きのエレンでも別に平気で飛ばしてる部分、その、ライン越えちゃいけないとこ越えたりしてるんですけど、 あのでもね多分ねそ気にならないはずなんですよ気になるんだったらそれは自分で直してるしえっとでそれがイマジナリーラインを超えててた超えてたとしてもよあの気にならずにスムーズに読めれば別に超えていいと思うんですよでもえっと勉強から入った人は超えちゃいけないと思っちゃううーんだからなんだろうなあくまで勉強で身につく部分は あのー、いろんなその過去のその他の先人たちが学,べあの学んできて発見したなんかそのことを、まあ、学問としてこの高校生に伝えられてると思うんですけどなんかそれをそのルールとして見る前にその感覚を身につけた方が いいいんじゃないかなかちょっとこななんだろうへ、っあのー、もしかしたらちょっと厳しく聞こえてしまうというかなんかまあ何様みたいな言い方にちょっと聞こえるかもしれないですけどその別にそのなんだろうな、えっと、感覚感覚もないやつはダメだとかそういう意味じゃなくてその一番 血肉になるのはやっぱり作品に触れることだと思うので、えー、あんまりそのネームの書き方視線誘導とかそのなんかそういうのはどのタイミングなんだろうな連載始まる前とかで <laughs> いい気がするんだよなそのいつ勉強するかって もうそれこそその辺の話はもう編集者がプロ中のプロなので多分漫画家よりそういう学術的なこと知ってると思うので、えっと、例えば僕の場合はその最初の編集者があのリンさんっていう有名な編集者の方なんですけどスパイファミリーとかチェーンソーマンとか今担当されてる方なんですけどその方はえっと連載が始まる前に絶対 えっと、全ての作家さんに多分全てだと思うんですけどあの映画の手法とか、まあ、そのさっき言った「イマジナリーラインがどうのこうの」っていう、えー、本を本があるんですけどそれなんかあの全,全7巻セットとか,なんかそういうものすごいいかつい,あのなんかそういうノウハウ本があるんですけどそれを送ってくれるんですよねで,あのでもそれは連載が決まった後なんですよあ、まあ、でもその、まあ、若手の子にはもっと早めの後知ってるかもしれないですけどなんか。 あの最初じゃないよねっていうのは何かあってあこの人は漫画家になれるなとかあそのなんかさっき言ってたそのなんだろうなこの企画書でこの天地潰しちゃ駄目だよねっていう写真潰しちゃ駄目だよねっていうのがわかる段階 <laughs> ちょっと例えがもしかしたらあんまり良くなかったかもしれないですけどまあっていう段階があると思うんですよなんかそのネームにおいても。 だっっててこれキモいいじゃんんみたいなネームってあるんですよ、ね、そのでそれを身につけた後に勉強した方が僕はいい気がしててまあちょっと人にかよって考え方は違うかもしれませんあの最初に、えー、基本を学んでその後感覚っていう人もいるでしょうけど僕の場合はなんかそのなんかこの何で写真を潰しちゃいけないかっていうレベルの話を勉強で身につけてるのはちょっとなんか 遠回りすぎるるななと思ってるのでなんかその、えー、基本ができてその次の段階ってなった時に僕は勉強でその答え合わせをすればいいんじゃないかなと思ってますはいちょっともうこの時点ですげえ長く喋っちゃったんであのー、話そうと思ってた部分はものすごいちょっと駆け足でじゃあ話しますええー、ととこっから先は、えーとー あえっと、だその基本が大事だし僕のネームはその変わったことは何もしてませんよっていう、まあ、洋服でいうとユニクロなのか無印なのか分かんないけどそういう、まあえっとまあ、誰が着ても似合うしベーシックなネームみたいな,なんか、まあ、そういうのを目指してやっておりますので、えっと、大した。 あの学びはないと思うんですけど、その中でもなんとなくあ、この辺はなんか自分でちょっと工夫した記憶があるぞ。っていう部分を、えー、駆け足にはなりますが、えー、紹介します。吹き出しの置き方ですよね。そのここの例えば何かその吹き出しを。じゃあ、この駒をまたぐか否かの感覚で、僕はここまたいた方がいいと思っててなんでかっていうと。 この上のコマの方ですでに、えー、このナタリーっていうこの女の子はこっちの主人公のエレンを見てるんですよねここで気づくんですよねここで気づいてムムって言うからえー、っとなんだろうな映画で言うとこの画面がこの切り替わるシーンシーンっていうのがカメラ位置が切り替わる瞬間だと思うんですけどその瞬間にムムが被ってる ですよ、ね、そのだからそのその流れがそのスムーズであるかどうかえー、だからここも同じなんですよえー、っとこの「エレンと同格かそれ以上の才能が」っていうセリフとともにこうカメラが切り替わって2人の目に寄ってるっていう、えー、ところにかぶってほしいんですよね。 でえっとまあ、これもだから感覚っていうかうんまあセリフがかぶってる時はそのセリフの最中にカメラが切り替わ,り替わっているっていう感覚なのでこの一連の流れが対比になってるっていう、えー、ことです。逆に、えっとまあ、似たような小回りで言うとここなんかは、えっと、さっきの理屈で言うと。 こ,こ,ですよね、この「だったらやってみろよ」っていう挑発がここにかぶってないんですよねこの駒の線にかぶってない何でかぶってないかっていうと、えー「だったらやってみろよ」のアンサーでこの「にや」なんですよね「に」あににっていうところなんでえっとえーでこううん、だからこう,そうこういうのいちいちその「 言葉で学ぶそのなんかさっき言ったことがちょっと分かってもらえるかなと思うんですけど全てなんですけど僕の漫画は、えっと、3段か2段組なんですよねこの「コマの段」でこれ4段の人ももちろんいるんですけど少女漫画とか多いかな4段組の人とかもいるんですけど僕はあのまあ自分が慣れ親しんだ漫画 が、その、割と3段が多かったっていうのもあるんですけど、まあ3段ぐらいが限度かなと。まあ割とセリフが多い漫画ではあると思うんで、セリフが多くなるから4段だともうみっちみちになっちゃうなとか、なんかそういう感じです。で、えっと、3段で、かつ、えっと、横は2コマを基本にしてます。まあその、まあめくりぐらいですかね、その、 こだわるっていう、まあめくりはみんなこだわってると思うんですけど、うん、まあ今回はちょっとあのねあのインスタのご質問にあったというので頑張って答えてみましたけどもえー、なんかもっと気軽に話せるそうっすねキャラクターの名前の由来とかなんかそっち系でもしあのー、リクエストあれば Twitter とかたまにあるインスタのご質問コーナーで教えてください。 えー、それでは、えー、ちょっと今回もまた例によって長くなってしまいましたが、えー、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、ちょっとね、暑い日が続いてるので皆さんご自愛ください。えー、それでは、えー、ありがとうございました。